ゴードン・リチャーズは20世紀に活躍したイギリスの騎手である。当時のイギリス競馬のスター騎手であり、通算で4870勝し、26回リーディングジョッキーになったために、史上最も偉大な騎手として有名で、ナイトの称号を得た唯一の騎手でもある。ゴードン・リチャーズはシュロップシャーのドニントンウッド村で育った。彼の父は家でポニーを飼育していたため、ゴードンは 非常技術へ関心を持つようになった。初めの頃は蔵を使わずに、ポニーに乗り、7歳の頃にはポニーを操り家族を乗せて、駅まで送っていた。彼の直立姿勢で、長田綱を使用した独特な騎乗スタイルは、この経験によって培われた。15歳の時に、ウィルトシャーのジミー・ホワイトの下で馬邸となり、騎手の第一歩を踏み出す。ジミー・ホワイトは、 彼の機乗技術が優れていることに気がつき、騎手となる機会を与える。そしてデビュー後間もない1921年3月に、レスター競馬場で初勝利を挙げる。彼は決断力と誠実さを持ち味として、1925年には118勝を成し遂げて、初めてリーディングジョッキーになった。デビューから5年後の1926年始め、彼は結核にかかり、 一定期間レースから離れなければならなかった。彼は体を弱らせる、この病の療養中に、ノーフォークのサナトリウムで、同じく結核の患者であるビル・ローウェルと会い、人生に大きな影響を受けた。ローウェルは戦争の間にはびこった階級にらわれた、システムの中の上流階級に対する人気と、やってくる富に対処する方法をゴードンに教えた。ローウェルは、 精神的な死となり、二人は固い友情を結んだ。1926年12月にはゴードンは復帰し、1927年は再びリーディングジョッキーになった。1932年には259勝し、1888年にフレッド・アーチャーが達成したイギリスの年間最多勝記録を約50年ぶりに更新した。 1942年までに5つのクラシックレースのうち4つは勝利したが、ゴードンは偉大な成功の一方で、エプソムダービーだけは勝利できていなかった。1944年10月31日にイギリス競馬史上初の3000勝を達成した。1947年にチューダーメンストレルに起場し、2000ギニーを8馬審査という1900年以来の大差で勝利し、 独占無敗でダービーを迎え、一番人気に支持された。しかしレースは、フランスのパールダイバーが勝利し、チューダー・アィンストレルは4着に敗れた。1953年のエプソムダービーの一周前に、ゴードンは、騎手として初めてナイトに叙勲される。この年のダービーで、ゴードンが騎乗したピンザは、平地競馬のサラブレッドにしては大柄な馬で、対抗が16ハンズあった。 レースでは2番手の位置につけ、最後のハ波論で戦闘に立ち勝利を収め、33年目にして、初めてダービーに勝利した。待ちわびたゴードンの最大の勝利は、群衆によって祝福され、さらに女王によって祝福されるために呼び出された。騎手としてのゴードンのキャリアは骨盤の負傷により、1954年に終わる。しかし、 彼は調教師やアドバイザーとして競馬に対する情熱を惜しみなく注ぎ続けた。2002年に障害競争の騎手、トニー・マッコイが289勝するまで、ゴードンの年間最多勝ちの記録は破られなかった。現代の技術の発展により、マッコイは競馬場と競馬場の間を飛行機で移動できたためゴードンよりも多くのレースに起乗することが可能だった。 ゴードンの通算4870勝は2006年現在でもイギリスにおいて破られていない。世界の記録としては通算6032勝したアメリカの騎手ジョニー・ロングデンが1956年にゴードンの記録を更新している。彼の名にちなんだレースゴードン・リチャーズ・ステークスがイギリスのサンダウン競馬場で行われている。ありがとうございます。